秋のゲーム部屋。皆さんこんにちは、キシと申します。さあ今日もですね、トータリーアキュレートバトルのキャンペーン実況をやっていくぜ。間違えた、キャンペロン実況だった。はい、前回はねこのハロウィンキャンペロンやってったんで、今度はねシミュレロションキャンペロン、言いづれえな、シミュレロションキャンペロンやっていく。はい、全17ステージということで、シミュレロション橋での戦いやっていきましょう。タイム、おー、全部使えるじゃねえか、これは嬉しい。なんかね細い橋があって、はい、敵はですね、あー騎兵がいるよ。で縦兵いて奥に弓兵。なるほど、この細い橋をこの騎兵が突っ込んでくるというわけですね。落としたらええんよこんなの。はい、シークレットが使えるよ、シークレットが。あのね、そろそろね私が撃つガトリングが見たいというね、ガトリングファンの皆様お待たせしました、ガトリングの復活でございますよっしゃ。もちろんねガトリングつけるんだったらこの子もいるでしょうということでね、チアリロだろうを置きましょう。撃っていく、おら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 、あー間に合わねえ、ダメだギアー、うわ馬怖っ、そーこいつら早かったな。はい、作戦変更。はい、樽乗り男をですね、はい、爆発させて落としましょう。さあいけいけいけ、爆発しろ爆発しろ、よしいいぞいいぞ。私はもちろんガトリングで撃っていく。よしよしよし、もう時間は十分稼いだからな。よし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 、あとはこいつらをガトリングで蜂の巣にするだけだぜということでね、キャンドルヘッド、あれ、あ、私はキャンドルヘッドになってたのか。あ、おお、勝った勝った勝った、危ねえ、こいつら風船弓兵だったのか、危ねえ、危うく浮くところだったよガトリングが。はい、次レッツということで、あ、手すりついてるよ、落ちないようになってる。さあハーフリングがいて、その先にははい侍がいて、はい重視ですね。あー、え、なんか目がラリってる、目がラリってる。あ、こういうやつもいるんだ、これは初めて見るタイプだぞ。敵がね農夫と王朝、そしてルネッサンスの敵、時代が混ざってるのはねいいよね。今までこういうことなかった。コストは3500、さっき敵がやってたことと同じことをしてやりましょう。さあ馬上槍兵と弓兵だ、これで、はい、スタートさせていく。さあ突っ込め、パッパラ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 、よし、どんどんハーフリンクを吹き飛ばしていくぞ。あー重視の、うわー攻撃が、あー馬が暴れている、あー馬がやられてしまった、あー重視が、結構重視がやばいな。うわ侍も結構強いぞ。あ、そうだ、あーダメだ、弓は弾かれるんだった侍に。あーこれはチェックメイトだ、負けた。侍がいるからな、遠距離攻撃が通じない。でもさ動きが遅いから、今度こそガトリング空き地で間違いないということでしょう。撃っていくよ、応援を受けながら撃っていく。いやー正直楽勝だろう、侍でもこの大量のガトリングの銃は弾けまいということで、はい、やっていきましょうか。さあ弾いてるか弾いてるか弾いてるのか、侍弾いてるのか、ちょっと見に行こう、近距離で見に行こう。あ、弾いてやがる弾いてやがる、全てを、あーくそ、今回なかなかガトリングアクシー使わせてくんねえな。作戦変更、こういう時は炸裂大砲だ。さあ炸裂大砲を撃て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 、あー結構なスピードで撃ててるぞ。よしよし、これなら侍も吹っ飛ばせるに違いない。さすがチアリーダー、おーいいぞ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 。あ、重視、あー重視の攻撃が、あーダメだお前ら、あ、チアリーダー落ちてる、あ、お前ら何、誰を応援してんだ、自分自身か、自分、あ、応援をやめた応援をやめた、自分の最後を悟ったらしいあーかわいそうに。え、むずいんだが、後ろの重視が厄介だな。これはねもう私が動かすしかない。もうね、もう初めからね、もう重視を狙っちゃえばいいんだよ。てかめっちゃ撃てるやん、コンピューターに任せたらさあんまり撃ってくれないけど。はい、勝ったボタンを連打するだけの簡単なお仕事。うわ、めっちゃ爆発してるやったぜ。はい、次迷路ということで、おお面白、迷路なのか。敵はこの樽男ですね、ブランダーバスか。コストは3500。さあ迷路ということで、はい、ジャロルがね強いんじゃないかなと思うんですわ。あとは総兵お二人、はい、アキシメイズランナー部隊出動ということでね、はい、ジャロルがどこまでやって、これジャロル引っかかってんじゃねえかお前斧が。さあ出会い頭に、さあ攻撃だ、おお超至近距離で撃たれている重視に、この範囲攻撃がねこの迷路において強いんじゃないかなと思ったわけですわ。おお、どうだろうかどうだろうか、結構勝ってんじゃね普通に。よし、ジャロルお前ひ、おー落ちてんじゃねえよ、落ちてんじゃねえぞおい。あー総兵も結構頑張ってる、総兵も結構頑張ってるよ。あー総兵 VS 忍者は、あーやられた。てかこれ実況しづらい実況しづらい。あ、でもまだ、おお、ジャロルまだ生きてるぞ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、よし、おっしゃおっしゃおっしゃ、吹っ飛ばしてる、めっちゃ吹っ飛ばしてる。
いやー、この狭い中での忍者手裏剣が壁に刺さっちゃってるけど、あー、もうちょっとで勝てたのに。いや、正直いいと思うんだよ。ジャロルがね、落ちなければね、いいと思うんだよ。よしよし、俺は総兵で。お前も引っかかるんかい。引っかかる、すっげー引っかかる。すげえ引っかかる。これはもう戦う以前の問題。よし、二人で攻めろ。よしよしよし、ほらほらほら、あー、味方を殴っちまった、味方を殴っちまった。よし、忍者を倒せ、忍者を。ほらー、うーわー、もう。よし、ジャロルと強撃だ、強撃だ、挟み撃ち、挟み撃ち。よし、いいぞいいぞ。忍者何気に強いな。はい、最後はカメラ目線で決めてくれましたね。はい、次丘。おお、面白そう。いや、シュミレロションマジ面白いんだけど。さあ、天狗の棒使い総兵と、あとはチェーンで敵を引きつけるハロプナロ、ハープナね。あとは身長がまばらな重視さんたちです。さあ、コストは5500。いやー、これ重視厄介だよ。何気にこれ久々に使っちゃう。あれ、さあ、久々に矢の雨を降らせましょう。貨車2台とチアリーダー。さあ、これでいけ。さあ、雨を降らせろということでね、侍がいねえからな。はい、晴れ時々やということでですね。あ、ハープナーに近づくな、お前ら。ハープナーに近づかれたら、お引き寄せられないぞ。よし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 。あー、重視が怖い、重視が怖い、重視が怖いぞ。あー、撃たれている。あー重視が強え。任してらんねえ。まずはですね、重視を倒さなきゃいけないんだよ。てか、すげえな、すげえな。おっしゃ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 、無限に矢撃てるんだけど、これすげえ。もうこれさすがに重視やられてるだろ。これ向こうの様子が知りたい。はい、適当に撃ってたら全滅してました。お前らの応援のおかげだ、ありがとう。さあ、港の王ということで、港、あれ、前衛のナイトが一人うつむいてるけど大丈夫ですか？やる気ないんですか？さあ、ナイト、王様、ザビエル、骸骨、ソードキャスター、忍者ということでね、欲張りだな。うん、この真ん中のところがね、面白いですね。コストは5500。ちょっと試したいことがある。はい、ハロウィンも近いということで、もう骸骨戦士超大量に置いてみた。こいつらはね、敵を状態異常にさせてね、フィールドから落とすことができるんだよね。うまくいくかどうかやってみましょう。さあ、行け、骸骨戦士ども。さあ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 、相手は忍者しか遠距離ユニットがいねえからな。おお、おー、ナイトにすっげえやられてる。全然状態異常にならないんだが。あ、なってるなってるなってる。ほら、こんな感じで、はい、下に落ちてっちゃうんだよね。でも全然やられてる。敵にもスケルトン兵いるしな。てか、このザビってるやつらが回復させる王様を。あー、これは、てか、お前らも落ちてんじゃねえか。敵の骸骨兵にやられて。いや、なんだよ、相手にそうなってほしかったのに、自分がこうなっちゃってるんだが。あー、これはダメダメだ。こんなのね、さっきのね、貨車でやれば余裕なんだけど、それじゃ面白くないんで。王朝にはね、好きなキャラクターが多い。やべ、なんかドラゴンが地面に沈んでるんだけど橋の下に置いたら面白これ。よし、ドラゴンで焼いていく。いいぞいいぞいいぞ。よし、この王朝のね、王朝の戦士たちで、はい、やっていくということでね。おー、ドラゴンが天に舞っている。大丈夫か、落下ダメージ入んない。落下ダメージ入ってんじゃねえか。いや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 、あー、どんどんとドラゴン軍団がやられていく。あれ、ドラゴン落ちたと思ったんだけど、なかなか落ちていかないね。さすがドラゴン、飛べるんか。飛べるんだったら支えてもらうなや。よし、コスト5500。ちょうどアルテミス1体分のコストですね。さあ、アルテミスの、はい、矢がどれだけ通じるかということでね、見ていきましょう。いやー、ナイトに攻撃すげー防がれてんな。よし、必殺バーン。いいぞいいぞ。アルテミスに近づけるものはいるのか、果たして。よしよしよし。あ、忍者、忍者怖い、忍者怖い、忍者怖い。手裏剣怖い、手裏剣怖い。あ、必殺技、必殺技。よしよしよし。必殺技、もう一回必殺技。もう一回。撃てーとかー爽快が半端ない。あ、ソードキャスター来た、ソードキャスター来た。やばいやばいやばい。アルティミス撃て撃て撃て。撃て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 。よし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 。王様だけだ。あとは王様だけだ。よしよし。脳天に刺さっちゃってるけど、王様。王様。勝った。すげえ。アルテミスにも相当剣刺さっちゃってるけどね。あ、これまた面白そうだな。突撃、うわー、なんか冷凍庫で氷作る製氷機みたいな形してんな。さあ、手押し車、馬上騎兵、総兵に、はい、侍、炎王、バーサーカー。なんかこの炎王とかバーサーカーはさ、勝手にさ暴れて穴に落ちそうだよね。なんか塗り壁みたいなやついたらね、いいのにな。マンモスさ、落ちねんじゃね、でかいから。よし、この鎖みたいな剣を持ってる戦士と中央突破はマンモス。さあ、プレゼントエルフで何が出るかなということで、これでやっていきましょう。さあ、行け、マンモス。さあ、よっしゃー、マンモスいいぞ、マンモス、ダブルマンモスいいぞいいぞ。よーし、
あ、手押し車たちは、はい、勝手に押してくれた。よし、マンモスやっぱ落ちづらそうだな。いいぞいいぞいいぞ、これは落ちねえんじゃねえか。おお、いい感じ。マンモスはこれ正解だわ。はいはい、どんどんと蹴散らしていく。総兵を落としていく。かっこいいんだけど。よし、お、死体がですね、はい、壁になっております。よっしゃ、これはいいぞ。まだプレゼントエルフが温存している。プレゼントエルフ温存している。何が出るかな、何が出る。おお、すげえ、トールが出てきた。これは当たりだ。コスト500でトールが呼べたぞ。よーし、大当たりだ。マンモス生きてるけど落ちている、半分落ちている。おお、おお、トール危ねえ。落ちそうだった。今回の戦い落ちそうで落ちなかったが大勝利ということで、オッケー。はい、次壁。壁というか台というか、コスト5000。はい、この壁というか台の上からバーサーカーがダイブしてきますね、これ多分。で、この隙間から、はい、大量のですね兵士が来るというわけで、はい、わかりました。さっきマンモス大変活躍してくれたんで、またマンモスでこれ突進していきましょう。あとはマンモスのね、お尻の後ろに総兵とゼウスを置きました。あー、くせえな、早く戦始まんねえかな。これも修行だ、耐えろ。というわけで、あー、マンモス引っかかっちゃってるんだが、全然突進できてねえぞ。ダメマンモスだ。ダメマンモス、ゼウスやられちゃってるし。いやー、これはダメか。味方やっちゃってるしな、マンモス。いや、でもこのままマンモスが全部倒してくれたらいいんだよな、この狭いところで。あ、やられた。なんだよこれはね、もうね、トロルだね、トロル。トール2体で間違いないでしょう。混戦にはこのトールだ。さあ、やっていく。さあ、トールの雷で、はい、落としたぞ、だいぶ。おい、味方ごとやるな、トール。あ、でも生きてる、デクも生きてる。よしよしよし、あとはこの塊に雷を落とすだけだ。おい、味方ごとやってんじゃねえよ。っていうか楽勝だな。今回は死傷者ゼロということで素晴らしい。何これ、ジャンプだって。ジャンプ、いや、ジャンプできないだろこれ。あ、バーサーカーのジャンプならできるってことか。その後ろに爆竹弓兵。あー、やべえ、カシャとゼウスいる、やべえ。そして盾あり。なるほど、これはもはや、よし、敵の陣地に船を投げつけてやろうぜ。ダメじゃねえか。ダメダメじゃねえか、おめえら。わかりましたよ、これ。今度こそね、骸骨騎士団でね、間違いないんじゃないかなと思いますわ。よし、やっていこうぜ。さあ、バーサーカーをですね、血祭りにあげた後、はい、貨車をやっていこう、貨車を。よしよしよし、貨車に突っ込め。こっちは数で勝負だ、数で。あー、どんどんとやられていく、どんどんとやられていく。よし、落ちろ。お前ら落ちろ。状態異常になって、はい、自分から落ちていく。これを狙っていたんだ。よしよし、え、ゼウスの雷強。いや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 、あっという間に殲滅させられた。よし、もうこの超強そうなやつら、ボイドモナロクとテンペストリッチでいこうぜ。魔王に変身して一網打尽にしてやるぜ。さあ、行け、ボイドモナロク軍団ということでね。あー、テンペストリッチが、テンペストリッチが、俺のテンペストリッチが早くもやられてしまった。もう魔王化するしかねえ、魔王化するしかねえ。なんか変な構えしてる。おーし、よし、いいぞいいぞ。あー、貨車にやられた、くそー。これはね、シンプルにね、もう重視軍団でいいんじゃないでしょうか。あ、なんかバーサーカー勝手にやられてるんだけど。落ちたな。よしよしよし、重視の射程でね、もう一気に狙っていけ。貨車を、貨車を一撃だ、貨車を一撃でやれ。よしよしよし、よし、いいぞいいぞ。お、よし、一撃一撃、重視、これ正解、マジ正解。うわー、射程が、これ射程がね、これ肝ですね。いやいや、あー、爆竹弓兵で撃たれているが、はい、数が多いからな、こっちは。はい、バーサーカーは勝手にやられていく、勝手に、はい、勝手にやられていくイメージだね。はい、勝った、重視強っ。はい、囲まれたということで。うわ、囲まれてんな。でもね、これ括弧撃破でいいと思うんだよね。あ、こいつめがけていっちゃうな。コスト6000、もうこいつ使っちゃおうか。アイスジャイアント、どうなんだろうね。バリスタにやられちゃうような気もするけど。うわ、撃たれた、くそー。さあ、船長凍ってるけど、はい、全然倒せないね。いや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 、バリスタで撃たれるぞこれ。おい、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。バリスタからまずやらなきゃ。あー、でもこのアイスブレスで結構凍らしてる、結構凍らしてる。よしよし、あとはバリスタだけじゃね。何気に結構戦えてんな普通に。おーおお、やられた。これはですね、ダヴィンチ戦車なんじゃないかな、正解は。はいはい、撃ってって撃ってって、どんどん撃ってって。よし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 、この囲まれた状態。おお、チアリーダーに攻撃が当たっている。いや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 、どうかなどうかな。結構弾いてるぞ。ユニットが突っ込んできても結構弾いてる。あー、負けた。よし、トールでね、素早く倒せねえかな、バリスタを。あー、トールが落ちた、くそ。
いや、こっちはスケルトン兵で結構削れたけれども、いやいや、あ、こっちのトールは倒したみたいだぞ。よしよし、ナイス。さあ、バリスタがこっちまだ生きている。いやいやいや、ちょっと重視であいつをやろう。あ、違う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 んだよ、あのバリスタだ。よし見て、よし倒した、オッケー。私は重視で、あ、トール助けて、トール助けて、私は援護するから、私は援護するであります。あれ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 、クソ、やられた。よし頑張れトール、あとはお前だけだ、あとはお前だけだ。よし、いけ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 よっしゃ、勝った。いや、このステージマジで難しかった。はい、というわけで今日は途中ですけれどもね、この辺にしておきたいと思います。次回ですね、シミュレロションキャンペロンのね続きをやっていこうと思いますので、お楽しみに。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。